狙っていったボールですが、これはゴールキーパーの佐藤が抑えています。そして福岡さん、はい、東福岡の相手のディフェンスライン、9番の木戸ボールを持った、シュートだ、決まった、東福岡高校先制、裏を取った9番の木戸、東福岡高校の初シュートがまずは先制点になりました。9番の木戸、手元の時計で前半の11分、いや福田さん、今のプレーですが、いやそうですね、このキーパーのボールをですね、直接ですね、これもう上手かったですね、体の使い方がね。そして最後はあのキーパーと1対1という形になりましたが、こういうところで落ち着いてますね。まあ、その1対1になる前にですね、しっかりシュートが、はい、あの打てる時間を作った、体でブロックしてですね、プレー中にまだ痛みが走ることもあるということなんですが、本人はやるしかないと強い気持ちで戦うというふうに話しています。あの11月の上旬に左膝骨折いたしまして、さあここから出てシュート、前半の28分、9番の木戸、今日2得点、東福岡高校追加点。今のも10番の松田天馬からのこれはスルーパスですね。そうですね、まあ、ホットラインですけどね、まあ、うまく斜めにランニングしてですね、はい、後方から来たボールをですね、止めずにですね、そのまま逆サイドに流し込みましたけど、あれを止めずにやっぱ蹴るあたりがね、ストライカーらしいなという感じがしますね。まさに東福岡高校のゴールデンコンビ、ワンタッチ、あっとこのボールを取った、電光石火のカウンターに入りたい、前に送る、うっとこのボールをしかし4番の熊本、6番の草野、10番の松田天馬が走っている、左へ、さあこのボールが松田天馬、赤木シュート打てるか、そして最後はシュート打った、見事に木戸が決めました。今大会3点目、赤い大砲がここで一発、追加点が入ったのは赤いユニフォーム東福岡。ジョーさん、はい、その前のサイドへの展開ですか。そうですね、サイドへね、素晴らしい展開からですけども、やはりでも木戸君はやっぱゴールの匂いを嗅ぎ分ける男ですよね。やはりこうここにこぼれてくるんじゃないかなと予測をしながらですね、ランニングをしてきてますから、はい、そうですね、このシーンでした。最後はサイドから入ってきて、木戸が見事にそのシュートコースを冷静に読んでいました。今大会これで3点目、木戸のゴールで2対0になりました。